コペンハーゲン到着しました。寺平さんです。アライバルの人がどん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 出てきてます、が寺平さんは到着しましたけど、お迎えのマイクさんがまだ来てくれてません。なんで来てないのかっていうと、こっちに来るのに連絡橋みたいなのがあるようで、その連絡橋で事故があって、結構やかましいな、ここ事故があって、でその事故のせいで2時間ぐらい遅れるんだそうです。最低やろ、僕今待ってね、マイクを。ちょっとじゃあこの空港をうろうろ見てみますか。これね、もう遠の昔についてんのよ。乗ってないかもしれないけど、とりあえずついてんのよね。でこれが人が出てくるとこで、で僕は全く、なんかもう何喋ってはるか全然分かれへんし、さっきヘルシンキの空港をうろうろしたけど、あんまりおしゃれちゃうかったけど、このデンマークコペンハーゲンの空港はなんか知らん、めっちゃおしゃれです。とりあえずそのマイケルさんが、連絡橋の交通事故の渋滞から逃れて、早いこと僕を迎えに来てくれるのを楽しみに待ってることにします。楽しみに待つっていうのはどういうことよね。そんな感じです。そんなこんなのパンナコッタで、デンマークコペンハーゲンの空港から、お相手はヒロ寺平でした。じゃあね。